により都立部隊の分裂行進が始まりました。この行進曲は昭和24年初代音楽隊長が東京消防課の旋律をベースに作曲したものです。分裂行進には東京災害から守り都民生活の安全確保に努めている消防職員、消防団員、災害時支援ボランティア、各事業所の自衛消防団員、地域の防災市民組織が参加します。式典の際に警護を担当する職員により編成されています。本の服装に身を包んだ制服隊です。東京消防庁消防官の基本の服装です。災害に屈しない強い意志をこの服装に保ち人命の安全確保に努めています。救急隊です。東京消防庁では迅速高度な救急サービスを提供するため全ての救急隊に救急救命士を配置しています。危険物施設の審査、検査、防火管理指導を行い皆様の安心・安全を高める火災予防の精鋭部隊です。鮮やかなオレンジ色の救助服に身を固めた救助隊。消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューです。さらに国際消防救助隊、緊急消防援助隊、特別救助隊、山岳救助隊の各救助部隊が続きます。
が防災を行う自衛消防隊です。上野丸井東京ドームホテル、多摩川高島屋ショッピングセンター、目黒区役所社会福祉法人高等園、突破メディアプリンテック東京、一支社杉並学園本部、森永乳業東京多摩工場プランタン銀座、社会福祉法人独身会住園、グランドプリンスホテル高輪、板橋区役所、突破印刷です。続いては都民演技隊の方針です。渋谷消防少年団、北区立堀船中学校、都立科学技術高等学校、文京区本部五丁目町会、板橋区大山東町会、練馬区石神台馬場町会、応急手当奨励事業所に東京国際との皆さんです。その後ろは災害救助犬です。ジャパンケネルクラブ、全国災害救助犬協会、日本救助犬協会、日本レスキュー協会の4団体から救助犬とともにトレーナーの方が参加されています。最後を飾るのはサポートキャブ、そして民間救急車です。先頭はサポートキャブより京王自動車株式会社、 KM ホールディングス株式会社です。続く民間救急車は宮園自動車株式会社練馬営業所、株式会社ジャパンキャリアカー、株式会社フライディングシステム、企業組合ロマン交通ラクダサービスです。